根底かから由来でいるかもしれません今回の動画では、衆議院選挙にまつわる不透明な情報に鋭く迫り、皆さんと一緒にその背後にあるくらい鍵を探ります。選挙でありながら、全国の4割の投票所で投票終了時間が短縮され、働きながら国民の声を届けようとする多くの人々がその誓いを失った現実が存在しています。しかも、その背景には、 職員手当の削減という名がたりの理由が語られているのです。さらに驚くべきことに、花ダは選挙区では外国籍市民に投票用紙が誤って交付され、してもそれが有効票としてカウントされる異常事態が発生しています。この事実が単なるミスとして片付けられるとしたら、日本の民主主義そのものが崩壊の危機に瀕しているのではないでしょうか。また、 7年の与党支配に対する国民の不満から浮上してきた立憲民主党ですが、果たして本当に対策勢力と呼べるのかも疑問です。政策方針の不一致や略称の混同が選挙現場で問題視され、むしろ新たな混乱を招いているだけのようにも見えます。そして、今回も当選確実となった大物政治家たちが、日本の進展を阻む存在として居座り続けている状況に、 多くの国民が失望を隠せません。今回の動画では、これらの問題を一つ一つ掘り下げ、選挙の背後に隠された真実に迫ります。視聴を通して、皆さんにも日本の未来を一緒に考えていただければと思います。それでは、衆院選における投票所運営の不透明さについて掘り下げていきましょう。今回の衆議院選挙では、投票所の運営においてイベ例とも言える問題が数多く報告されています。 その中でも、全国の約4割に及ぶ投票所が、投票終了時間を早めるという前代未聞の決定を下したことは、選挙制度の公平性に関する根本的な疑問を呼び起こすものとなりました。本来、投票所は国民の意思を反映するための重要な施設であり、投票時間を制限する行為は民主主義の根幹を揺るがしかねません。それにもかかわらず、こうした異常な決定がなされたことには、 大きな波紋が広がっています。まず、投票時間短縮の理由について触れておきます。政府や地方自治体の説明では、職員の手当削減や人権時の削減といった経済的理由が挙げられています。しかし、これをのみにするのは難しいところです。衆院選は国の未来を左右する重要な選挙であり、国民一人一人が一挙を投じることで、 自身の意思を政治に反映させる権利を行使するものです。もし、わずかな手当や予算の削減のために、その権利を制限するというのであれば、それはあまりに軽率で、無責任と言わざるを得ません。この一件は、国民の選挙参加を妨げるという意味で、民主主義国家として許されるべきではない問題をはらんでいます。す。さらに、投票時間短縮がもたらす影響として、 特に注目すべきは労働者への影響です。多くの働く人々にとって、仕事の合間を縫って投票所に足を運ぶことは容易ではありません。日本社会の多くは、長時間労働が状態化しており、選挙の日も例外ではありません。そのため、仕事終わりに投票に向かう方が多いなた、投票終了時間が繰り上げられたことで、実際に投票できなかった人々が増えた可能性があります。 これは一部の人々の声に限って問題ではなく、働きながら社会貢献を果たそうとする国民の意思を無視するものであり、甚だ不平等な状況が生み出されていると言えます。また、統計に目を向けると、州林選における投票率が低迷しているという事実も浮き彫りになります。総務省の統計によれば、今回の投票率はほぼ7時半時点で31.52%とされており、 これは過去の同志の選挙と比べても極めて低い数字です。この結果が単に市民の政治離れによるものなのか、それとも投票時間短縮という措置が影響しているのか、今後の詳細な分析が必要とされるでしょうが、少なくとも投票率が低いこと自体、国民の声が十分に反映されていないという調査であると言えるのではないでしょうか。現に 投票所での不便や閉鎖的な運営が国民の投票意欲をそぎ、結果的に投票率の低下を招いた可能性も大いに考えられます。さらに、こうした問題が発生する背景には、近年進行している政治への不信感も関わっていると考えられます。国民にとって、選挙は数少ない政治参加の場であり、政治に対して社安的な意見を持つ人々にとっても、自身の意思を反映させる機会です。 それにもかかわらず、今回のような投票所運営に対する不透明な対応が続くことで、国民ならく政治への信頼はさらに揺らぎ、政治に対する無力感を深める要因にもなり得ます。このような状況下で、もし政府が投票時間短縮を選択し続けるならば、国民と政治家の間に一層大きな溝が生まれる危険性があるでしょう。他方で、この投票時間短縮には、 意図的な操作の可能性も考えられます。選挙結果に何らかの形で影響を与える意図があったのではないかという憶測も根強く、特に都市部を中心に声が上がっています。投票所の上でが特定の立場や政党に有利になるように意図さ、できていたとすれば、これは民主主義の根幹を揺るがす重大な問題であり、国民の信頼を大きく損なうものです。このような事態がもし事実であれば、 今後の選挙制度そのものへの疑問が深まり、日本の政治に対する不信感が高まることは避けられないでしょう。こうした背景を考えみると、今回の投票所の早期閉鎖は、単なる職員の手当削減や人権費の節約にとどまらない、より深刻な問題を内包しているように思えてなりません。政治や選挙が国民にとって遠い存在であると感じられる原因な。 こうした運営の不透明さや公平性の欠如にあることを強く示唆しています。次は、日本の選挙制度の根幹を揺るがしかねない、外国人への投票用紙交付問題についてです。今回の衆院選で神奈川県内の選挙区において、驚くべきことに外国籍の市民に対して誤って投票用紙が交付された事実が報告されました。日本国民だけが有する投票権が、 外国籍の住民にも行使される可能性があったこの問題は、選挙の公平性や透明性に大きな疑問を投げかけています。まず、こうした投票用紙のご幸福な偶発的なミスなのか、それともより深刻ないと背後に潜んでいるのかという点について疑念が残ります。選挙において投票用紙は一票の重みを象徴するものであり、たとえ一枚でも無関係のものに渡されることがあってはなりません。 このような状況で、単なるミスだと片付けられるならば、果たしてどのようにして日本国民の権利が守られるのでしょうか。外国人に投票用紙が交付された事実がもし意図的であれば、日本の選挙制度そのものが脆弱であることを露呈していると言えるでしょう。さらに深刻なのは、誤って交付された投票用紙がそのまま有効票として処理されてしまったことです。この場合、 どの投票が外国人によるものかを確認する術がないため、投票結果に不正が紛れ込んでいる可能性を排除できません。日本の選挙制度において、一票一票が正確に集計されることが原則であるはずですが、こうした不確かな票が混じることによって、結果そのものの信憑性が揺らいでしまいます。特に国政に直接影響を及ぼす衆院選で、こうした事態が発生したことは、 国民にとって感化できない従来な問題です。また、選挙運営におけるずさんな管理体制も浮き彫りになっています。本来、投票用紙が交付される際には厳格なチェックがなされ、外国籍かうたも当然確認されるべきです。それにもかかわらず、このような明らかな管理ミスが発生したことで、運営側のずさんさなど停しました。こうしたミスが一度ならず何度も繰り返されれば、 選挙不明そのものの信頼が失われ、国民長く選挙の公平性や透明性への事態が裏切られる結果を招きます。日本国民にとって、選挙は数少ない民主主義を行使する機体であり、そこに不正が入り込む余地を作ること自体が非常に危険な兆候です。さらに、このような事態が発生した背景には、そもそも大国人人政権をめぐる議論が絡んでいる可能性も考えられます。 日本では、現在も外国人に対して選挙権を認めるかどうかという問題がくすぶり続けていますが、こうした投票用紙のご交付は、実質的な外国人人政権がすでに部分的に実行されていることを示唆する事例とも解釈できるのです。仮にこれが偶発的なミスではなく、意図的なものであれば、法を逸脱した形で外国人に賛成権を付与しているという批判も免れないでしょう。選挙は、 日本の未来を形作るために国民内視表示を行う場です。しかし、こうした外国人への投票用死語交付によって、国民の一票の価値が損なわれる可能性が出てきたことは、非常に有料すべき事態と言わざるを得ません。また、このようなご交付が再発した場合、投票率や投票行動そのものに影響は耐えかねない問題です。選挙における一票は、単なる数字の集合ではなく、 国民の意思そのものを表すものです。その大切な意思が、このような管理ミスや不透明な運営によって歪められることがあれば、日本の民主主義が大きく揺らぐことになります。国民にとって、選挙運営の不備や不透明性は決して軽視できない問題であり、投票用紙のご交付はその象徴的な事例です。日本の選挙制度が堅固であると信じることができなければ、 投票に足を運ぶ意欲も削がれてしまいます。こうした問題が改善されない限り、投票行動への疑念が国民の間に根強く残り、政治参加の意欲が削がれる可能性も高まります。次は、現在の日本政界における自民党の愛と名としての立憲民主党と国民民主党の動向についてです。日本の政治構造に大きな変革が求められる中で、 自民党にかばる新たな受け皿として立憲民主党が対等しつつある現状に不安と疑念が広まっています。近年の衆院選では与党自民党の長期支配に不満を募らせる層から立憲民主党や国民民主党に票が流れる傾向が見られましたがその政党構造にはいくつもの疑問が生じています。まず国民民主党と立憲民主党の略称が同じ民主党とされる点。は 票の混同を引き起こし、選挙の公平性を損ねる要因の一つとなっています。選挙では、略称が有権者の一生時に直接影響を及ぼすことがあり、どちらの民主党に投票しているかが曖昧になることは非常に問題です。特に、支持政党が定まっていない有権者や、政策内容に対して曖昧な理解のまま投票する層にとっては、 同じ楽勝の存在が投票行動の混乱を招きかねません。こうした状況がもたらす混乱は、与党支持への反発からの票の流出を狙っているようにも見え、疑念を抱かずにはいられません。また、立憲民主党が自民党の対抗場として支持を拡大しているものの、その実態は国民が期待する開拓勢力としての力を持ち得ていない点もステップされています。現在の日本の政治においては、 単なる与党派にとどまらず、現実的な政策提案や改革への具体的なビジョンが求められています。しかし、立憲民主党は、支持層の多くが自民党への反発から成り立っていることもあり、実際の政策やビジョンに対する信頼性が弱くなっている印象が拭えません。選挙戦の中で浮上する彼らの政策案や公約も、従来の自民党に対抗するための対抗策程度にとどまり、 国民が本当に望む新たな未来を描くには東洋に見受けられます。さらに、立憲民主党と国民民主党が協力関係を築こうとする一方で、政党間での利害調整や市長の地雷が浮き彫りになっている点も懸念材料です。特に政策に関して意見が対立するケースが多く、表向きの民主党という略称での統一があるにもかかわらず、 内部での分裂が進んでいる様子は不安を煽ります。国民は自民党に代わる新しい選択肢を求めていますが、こうした内部の不協和音が目立つようでは、政権を担う準備が整っているとは言い難いのが実情です。このままでは国民の期待を裏切り、かえって政治への失望を助長する結果になるでしょう。また、立憲民主党がこれまでの自民党の 悪役を強調する戦略をとっていることにも限界が見れてきています。国民は確かに自民党の上司政権に焼き焼きしており、その反に共感する層も多いですが、単なる反のみに終始している立憲民主党には、国民の真頼をう立ちいるための説得力が欠けています。自民党に対して反対するだけでなく、具体的にどう日本を変えようとしているのか、そのビジョンを示すことができなければ、 支持の拡大は難ししいでしょう。国民が望むのは単なる批判にあるのではなく、実際の生活や未来に変革をもたらす実力のある政党です。立憲民主党と国民民主党の動向を見ていると、こうした問題が積み重なり、かえって国民の期待を裏切りつつあるように感じられます。最後に、日本の政界で一大勢力を保ち続けている自民党の 大物政治家の当選とその影響についてです。今回の選挙で注目されたのは、岸田文雄、河野太郎、小泉晋次郎、漢義といった主要政治家たちが次々と当選確実となったことです。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。なんか、からくりのあるのかな民主主義の破綻。 一番落ちて欲しかった河野と岸田なぜ当選した有権者は投票してないよね。組織票ってやつ。投票率も悪かったし、時間を短くしたのもわざとやな。アフショーなんてありえないと思います。実際にミスが発覚してるし、こんな気持ち悪い選挙で当選しても嬉しいんでしょうか。本当に河野を支援してロストッっているのもう一度河野トップしだ。ありうだ。やり直し。 なんで、河野太郎や岸田文雄が当選しているのかな投票率を下げているのは政府、自民党だと思います。そうそう、まか不思議でした。なんで、ゼロなのにとみんな思いましたね。ミスがあったのな分かってる上で、当選扱いになってるのは憲法に抵触してるんじゃないのどう考えたって普通は向こうだろう。投票に行く意味ないやん。何か、親中派。 市中派の国会議員はやたら選挙に強いの外国人に投票用紙が渡っていること自体間違いじゃなくて知り得てやってんじゃないの俺の知り合いが小池の選挙の時の投票所にいたらしいんだけど解消もしてないのにこの二つの箱すべて小池さんの所ってことだからって渡されたらしい。多分それと一緒。岸田さんを選挙で落として欲しかった。 神奈川県第十五区の皆さんの良識を問う選挙なったのに残念です。先端経験された方は、不正はあると聞きましたコピー賞。もっと真面目に選挙してほしい。以前からうさんくさい話があり、何のために選挙しているのか。日本国民の意思を足下にする闇の正体、組織票とは、案の定五米の国と同じことをやってたのですね。表に出ないけど、 こうのの顔見たくないのになんでこうの使ってるのこいつが受かったのが不正だと分かっていたら当選取り消しにすればいいと思う。マイナンバーの責任どれ経費削減目的で投票時間短縮するなら事前に周知するべきであり。当日短縮決定するのは意図的な不正である。消しゴムで簡単に改ざんできる鉛筆の使用をやめろ。そこからだ。外国人に年金を与えたり、選挙権を与えたり、 確率性の高いマイカードで投票を投票者には何らかの利点を挙げる。地元でも嫌われてたのになぜ当選したのか闇があるのでは昭和の独立がなされていない証明ではないですか出口調査で同格を決定しているみたいですが、今まで生きてきて実際の出口調査などは一度も見たことはありません。 テレビ局が役者とエキストラを使って仕込みの出口調査風の撮影をしているところは見たことがありますが、不正をしてもどうせ罰せられない。何も変わらない。国民審査は裁判官だけでなく政治家も加えるべきだと思うんだが、投票用紙の受け取りは身分証明を提示してからでないと不正ばかりです。日本は歴史の流れより役人のお来い様意識や上から一方的目線が令和の今もはびこっている。 これは、憲法をないがしろにするレベルへ至るようになっている。何様のつもりなのでしょうか河野太郎、白は、どのように、向かう、のか、5倍日本、大丈夫、なのか、疑問です。米国選挙のようなワイデンジャンプみたいな操作が可能なんだろうか ?L、日本の国政選挙でミステリアスな表読みな可能か心差しな国のサーバーを使用しているのかな ?NHK な単容 カウントの集計元はどこが各局メディアはどこから集計をインプットしているのだろうか大体組織票ってなんだよそんなに票をまとめられること自体おかしい。おぞましいことこの上ない人たち。こんな人を選挙で当選させる人たちがいるなんて。外国人が投票するのもおかしいし、無効票にならないのもおかしい。投票に行った人がすでに投票されていたから気づいた。まだ解消して間がないのに。 学生運動されたり、応援演説中、罵倒され、応援どころではなかったのに、河野さんに当格が出る。大国人人政権、大国人人政権、という読み、なんとかなりませんか。アメリカでの大統領選挙でも、バイデンジャンクという現象が起こったが、集計機のプログラムソフトにバックドアがあったとしたら、容易に不正し放題だな。国民の民意を反映するには、ネット選挙が有効だと思ってます。 ネット投票なら若者たちの参加も必ず多くなります。それをやらないのは問題のある大物性や直に不利に働くからでしょうね。マイナンバーでデジタル化を進めるのにネット投票は全く進めない。耳の反映を願うなら少しでも投票率を上げることです。高齢者や組織票ばかりが反映されるようにネット投票を進めないのだと考えてます。逆にネット投票だけにすれば高齢者の投票は白奪